はい、どうも、内と申します。よろしくお願いします。ハムさんね、なんか最後こうしんみりとね、あれだと言いましたけどね、私のね、母親もね、今年3月10日にね、亡くなりましてね、で、8月にちょっと初盆っていうのね、やりまして、まあ、ちょっとね、お墓をね、開けてこう、ね、本人とね、いうようなね、ところがありまして、なんかこう、なんかね、じーんとくるような感じで、ありがとうございました。まあ、ちょっとね、ここからはちょっと、なんか、そういうのを踏まえて、陽気に行こうっていうような感じでね、高橋智也さんね、ちょっと陽気に行こうから、ちょっと始めてみようと思います。そしたらよろしくお願いします。あえてね、苦しいことは分かってるんだってね、いうところを踏まえて、
ね、やっぱ人間いい子っていうね、歌で、まあ、高橋智子もね、こういう歌も好きでね、やってまして、まあ、改めてウッチーと申します。大阪市の方からね、来てまして、大阪市弁天町からね、ちょうど5年ぐらい前ぐらいからね、この八重さんにお世話になるようになりましてね、今日で十数回目ぐらいかなと思うんですけど、まあ、今年入ったらちょっと3ヶ月ぶりというところでね、やらせてもらってまして、ちょうどね、ここの奥ちゃんとか、よく、野外でね、やられたりすることもあったりしてね、そういうのも誘ってもらったりして、すごいいい経験をね、させてもらっているところで、このライブね、ヤヤさんにもお世話になってまして、すごい楽しみにしておりましてね、ちょっとフォークソングをね、ちょっといきたいなと思っております。はい、ちょうど1970年、80年代ぐらいのね、時のフォークが好きでね、確か今ね、59なんですよね、14、15、16、17、18、そのあたりのフォークを、ちょっと覚えましてね、中学のね、先生にね、教えてもらったの、教えてもらったというかね、その先生がかぐや姫のね、妹をね、歌いはったんですけど、まあ、それがなんかきっかけでね、ギターをね、やるような感じにはなったんですけどね。まあ、その頃、よく、アリスとかね、松山千春とか、井上陽水とか、まあ、そういう、流行ってまして、で、まあ、どっちかというと、かぐや姫さんとかね、あの辺はもう解散してね、流行ったんですけど、姉がおったんでね、まあ、そういうちょっと影響もあって、ちょっと、こういう、後からこの、聴いていくような、ね、感じで。中世は、はい、まあね、そういうようなね、こともありましてね、結構夏はね、夏の歌っていう形でね、ではいると思うんですけど、ちょっと最近はね、ちょっと暑いんでね、ほんま、あえて冬の歌を歌っていうかね、ちょっと水とかね、川とかね、なんかそういうのが出てくるような、ちょっと歌詞の歌をね、ちょっと歌わせてもらってますけど、ちょっと次ね、2曲ね、連続でね、ちょっと言いたいと思ってます。まあ、1曲目はね、菊池宏さんというね、歌で、木舟川っていうね、歌が、でその次が、鈴木一平さん の水鏡っていうね、ちょっとね、今聞くだけでもね、ちょっと涼しくなるような感じだと思うんですけど、その曲ね、聞かせてもらいます。苦しむ女の涙を流す川があると聞き、私も一人で訪ねてきました。きっと木舟川、あの一人の思いを断ち切るために、小石に名前を書き添えて、流れの中へ投げてみても、私の胸に波打つものは、あの人への愛おしさなんです。結ばれない愛でしょう。私を流す涙をどうぞ、木舟川よ流しておくれ。
小さな社は女の子がいっぱい詰まっているのでしょうか。秋になったら周りの木々は悲しみに染まるのでしょう。心にまとう捨てきれない思いはやがて枕場に姿を変えて、たがねの中をさまようでしょう。どこまでも流れてゆく、そのわけはあの人への愛おしさなんです。結ばれない愛なんでしょう。私の流す涙あの人への愛おしさなんです。結ばれない愛なんでしょう。私の流す涙をどうぞ日暮れが夜ならしておくれ。私だけのあなたになってくれるはずが。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。菊池博さんのね、貴船川という歌とね、鈴木一平さんの水鏡、まあ、これもね、両方古いんですけどね、もう1979年あたりのね、歌で結構ありまして、ずっとね、40年近くこの歌をね、好きでやっておりましてね、中学高校の時に歌ってたりして、でもそれから35年それでね、もうギターをねちょっとやめて、仕事っていうかね、やってたんですけどね、ここ51ぐらいでちょっとね、それがなんかありましてね、そのきっかけでやり始めました。もうやり始めてちょっともう日がついたようにね、毎週今ちょっとやらせてもらってね、やってるんですけどね、まあまあ、やれる時がね、もう一番のあれかなと思いながら、で、まあ、毎週こういうのね、やってましたら、こうお友達とかね、お友とかね、そういうのもちょっと、知り合いになっていきましたね、いい感じかなと、まあ、できるところはね、やりたいなとは思ってるんですけどね、そんな感じで、やってしまってます。はい。ですね。ちょっとね、次のね、曲はね、加藤登紀子さんのね、ちょっと歌をね、ずっとやっておりまして、ちょうど去年ね、加藤登紀子さんのコンサートでね、初めてね、行かせてもらったんですけどね、80歳っていうね、ところで、ちょうど80歳ってね、ところで、今度はここね、9月8日の小室仁さんがね、来られるんですよね。で、小室仁さん、ちょっとこう、スマートフォンで80歳だとね、小室仁さんと加藤というのは同級生、同じ年で、11月生まれが、小室仁さんで、12月が加藤という子さんでね、なんか意外とね、えらい身近な感じやろうなと思ったんですけどね。小室仁さんもどんな感じでね、あれなんかあれですけど、加藤登紀子さんもね、お元気でね、すごい日本酒がね、好きでね、ほろ酔いコンサートということでね、ずっとやっておりましてね、会場にね、来られた方に対して、樽酒をね、無料で振る舞ってくるんですよ。で、会場入る前にこうね、酒をね、みんな飲ませてもらって。結構飲み放題ね、飲めるもんやからね、もうほろ酔いっていうよりもね、酔い取りみたいな感じで、よりよれな感じで、やらせてもらって、楽しかったですけどね、まあ、そういうね、時の、100万本のバラってね、ありがとうございます。
どこかのお金持ちがふざけたのだと思った。小さな家とキャンバス、すべてを売ってバラの花、窓の下で顔を見てた。100万本のバラの花を、あなたはあなたはあなたは見て、窓から窓から見える広場は真っ赤な真っ赤なバラの海。絵描きとは言えるものもね、今はもうなんかバラ1本500円ぐらいするらしくて、100万本でもね、5億円ぐらいの線になりますんで、何やらね、貧乏かなとかね、貧しいかなって思いながら、それだけのね、思いが ね、はい、ね、ラストね、いきたいと思います。ラストはですね、ちょうど1995年の時にですね、NHK のなんか放送の、ね、70周年っていうね、NHK の番組がありまして、ね、その大阪の歌をね歌うということで、作詞作曲、応募して1628点あった中で、こうね、それの上位5位ぐらいのね、5位かぐらいの人たちの歌、それが上がってきて、それがプロの方がね、歌う番組がありますね。で、その時の大賞をね、取った歌なんですけどね、その歌に応じて、その歌詞と内容とかね、応じて、その
そのプロのシンガー呼んではると思うんですけど、あのその歌をね、あの川島英吾さんがね、あの歌ってましてね、もうほんまあの雰囲気がすごい川島英吾さんの雰囲気の歌で、あの僕も一回パッと聴いた時にね、すごいいい歌やなと思いながら、でその、やつをビデオでね、その当時 VHS でね、撮ってたんですけどね、もう今ちょっと VHS のね、あのどこ行ったか分からないので、もう全然もう聞けなくなってたんですけど、ちょっと、SNS とかね、ネットのところで見たら、それが上がってましてね、で、それを、急遽ちょっと、コピーさせてもらったというかね、もう一回歌うような感じでやってまして、まあ、大阪好きやってね、大阪が好きやっていう歌で、すごい、アクション、ダンスとかね、魂がこもった、すごい歌ってね、ぜひね、ちょっと歌ってみたいなっていうので、先々週ぐらいですかね、ちょっとね、最後にちょっと歌わせてもらえる感じでね、やっておりまして、それをね、ちょっと最後にね、いきたいと思います。はい、そしたらね、うちでした。どうもありがとうございました。
幼い